出ました。0番河村拓也、1番今野翔太、1番中島義文、20番ケニーローソンジュニア、28番河辺良平。さあ追いかける形になった西宮、0番河村、ここでディフェンスサイドの方に少し体を寄せて飛んで即シュートに行かなければいけません。パスは出せない。マニはシュートに行かなければいけない。シュートに行くが、おっと時間いっぱい。ウィリアム強引に持っていく。何せ得点力のある西宮ストークスですからね。そうですね。ローソン、カーベがスルスルと入るが、これがターローソンジュニア。最後は22番シェイクムボディ、西宮チャンス。0番河村アタックする、仕掛けるか。22番シェイクムボディ堂原、まだパスを回していく。さあムボジにボールが当たった、強烈タフショット。ローソンショットクロック10秒切っています。滑ってくる、決めた、スリーポイント、コーナースリー、アタックする、あーミスですが西宮チャンス、強引に持ってった13番堂原。山形も、そろそろ対応しないといけませんよね。はい、差は3点になっています。村上スリーポイント、リバウンドは西宮です。13番堂原、右に左に切っていく、切っていく、アタックする、ブロックした。最後は無文字だ。やはりこのプレーですよね。ここで90秒のオフィシャルタイムアウト。この後はムボジのボーナススローからのスタートになります。0番河村ナイスシュート。ムボジプレスをかける山形、おっと危なかった、ジャンパー、おー24秒いっぱい、素晴らしいですね。河村見事なシュートでした。誰にスリーを打たせるのか。ウィリアムズファウルをしない。西宮ここでブザーです。カウントですね。